どうも皆さん、おはようからこんばんは、若殿です。信長の野望創造の実況続きを撮っていきたいと思います。なんとですね、前回戦後処理しますと言って切ってから直後なんですけれども、なんと徳川ですね、武田家に攻められてるんですよ。これはまずいんですよね。我々徳川の武将欲しいですよ。チートクラスいっぱい欲しいですみんなすごい強いんですよね。いやー、彼らが欲しいですね。なのでもう急遽、もう近い部隊だけで一気に攻めましょうか。刈谷城行くよりかは本城狙いで行った方がいいですかね。ちょっとどうなるかは分かりませんが、試しに攻めてみましょう。で、それ飛騨からも出しましょう。頼む、間に合ってくれ。表情を始めましょう。先月の週です。もう武将の振り分けはそっちのけですよ。もうまずは徳川です。徳川の武将が欲しいです。出陣する。行くぞ。表情を始めましょう。報告いたします。さて、結構味方ぶつかってきましたね。さて、どう攻めようかな。なかなか難しいですね。出陣する。できるだけ一つでも城が欲しいところですが、こう向かわせましょうか。承知しました。刈谷城と、ここは武田の手に落ちました。残るは岡崎城のみ。我が軍は占領できるでしょうか。さて、一旦下がらせましょう。もうイベントは飛ばす。あれですね、毛利元就さんが、ぼちぼち死ぬから息子たちに遺言をっていうイベントですね。いや、そんなことはいいんです。それよりも徳川です。ご命令くだされ。報告いたします。あ、でも外交は続ける。内政も続ける。でも戦い続ける。さて、あとは待つのみ。果たしてどちらの手に落ちるのか。武田か、それとも我が姉が高次か。
お互いゴツめの準備はできてるんですよね。おっと、別方向から武田の援軍です。我が戦お見せしましょう。武田何度も入れ替わりながら包囲を続けています。表情を始めましょう。報告いたします。いや、大名たちが頭を冷やしましたって言って、ね、戻ってきてますね。若狭の武田家と、あとは朝倉さんですね。でも知らない、 もうちょっと冷やしておいて。欲しい、徳川が欲しい、徳川が欲しい。出るとするか。表情を始めましょう。報告いたします。徳川固いですね。ひとまず三好とは同盟を組んで、北畠ですか。一応徳川と同盟を組んでおり、援軍を呼ばれるのも怖いので6ヶ月だけ同盟です。あとはもう工作はいいや。解任です。さて、どちらの手に落ちるのか、なかなか見ものですね。おー、セーフ。何ですか、イベントですか。殿、旅の声が聞こえませぬか。あ、聞こえないみたいですね。聞こえませぬな。これは城下の民が少なき上にございます。民を増やしましょう。民が増えれば兵が増えるのはもちろん、米や金を生み出すもの、納めるものも増えます。まずはこの城下に入りきらなくなるくらい民を増やしてみましょう。クエスト、人は石垣。松倉城を人口2万人以上にするということですね。表情を始めましょう。報告いたします。知らん、そんなことは知らん。まずは徳川だ。まずは徳川です。米がないよ、米がないよ。表情を始めましょう。報告いたします。親父、3度目の空腹ですよ。いや、イベントとかしな、しな。兵が足らないときてますね。一旦下がらせましょうか。表情を始めましょう。報告いたします。浅井とはそうですね、戦後処理の件もあるので、もうちょっと同盟続きましょう。徳川超固いですね。一体何ヶ月間包囲しているのやら。逃げたければ逃げなさい。 よくやった親父。いやー、3度目の正直ですね。空腹、三度の空腹に襲われながらも岡崎城攻め落とすことができました。捨てに覚えましたよ親父。さすがです。いや、徳川家は姉が工事家によって滅ぼされました。敵将捕獲しました。いや、みんなご苦労様でした。ここポツンと岡崎だけ我が城ですが、なんと見てください、捕虜23人。いやみんなよくやった。これで徳川家の武将が我が元に下るわけです。
騎乗する。今後が楽しみですね。というわけでご視聴ありがとうございました。徳川家無事攻略いたしました。ではまたのご視聴お願いいたします。よければチャンネル登録もお願いいたします。若殿でした。